青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回はですね、弾き語りするときコードをこう弾きますよね。そのコードについてのお話をしたいと思います。時々質問でいただくんで、まとめて今回お送りしたいと思うんですけども、コードを弾こうと思うんですけど、コードの数が多くて、もっと簡単にしてもらえませんかっていう、これ結構皆さんからいただくんですけども、BJ がおすすめするのはですね、コードを簡単にするっていうのは、キーを簡単にするっていうのはありですよ。はい、C のキーで弾ける簡単なコードにするとかならいいです。E フラットになんとかにってなっていくと難しいんですけども、その辺を簡単なコードにしてカポで弾くっていうのは OK なんですけども、コードが8個出てくる曲、これを代理コードなどを使って4つのコードで弾きたいっていう方ですね、そういう風にしますと曲そのものの雰囲気じゃなくなってくるんですよね。最近の曲は最初からコードの数も多いんですね。それはそのコードによって曲の雰囲気をこう明るくしたり、途中で一瞬暗くしたり、また明るくしたり不安定にしたり、いろんなそれぞれのコードがその曲の持ち味を出してるわけでありまして、なるべくウクレレでもそれを抑えて弾いてあげると、その原曲に近い形にできるんですね。はい、そこを簡単にしてしまうと、どの曲をやっても同じような曲になってしまうと思うんですね。はい、で、まあウクレレはもともとギターに比べたら弾くのは簡単です。弦が4本ですから、ギターの方が全然難しいんですけども、ギターの場合は割とそのコードを弾くっていうのを皆さんやられてるんですね。ウクレレの方でもなるべくその原曲に忠実なコードで弾く、難しいのは難しいなりに、覚えていけますからね。はい、でちょっとこれ押さえるの難しいから、これとこれは難しいっていうと、カポをして簡単なキーに変えるのは OK ですよ。8個のコードある曲、これを4個のコードにするんじゃなくて、例えばですよ、8個のコードを簡単に弾ける8個のコードに変える、それをキーを変えるというんですけど、そういう風なのは OK だと思います。どんどん皆さんやっていただくといいと思います。コードが増えるとちょっと難しくなるんですけども、新しいコードを覚えることになりますよね。で、曲数が増えてくるとどんどん、このコードは前のあの曲でやった、これあの曲でやったっていうのが出てきますので、そうするといつの間にかある程度のコードが弾けるようになります。はい、その方が楽しくなっていくと思います。いろんな曲弾くとやっぱりその曲なりの、良さがまた出てきますので、そういう風にコードをですね、なるべく弾くようにしましょう。で、キーを変えて簡単にするという考えを、していただければいいと思います。はい、そのためにカポがあれば、弾き語りする人はですね、持っとくといいと思います。はい、 BJ のウクレレ講座ですね、コードの数を減らさずに簡単に弾けるコードにしてカポでやるという感じですね。コードが多くてもそれを練習だと思って、覚えていくという風なのがいいと思います。はい、 DJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒される土に染みて消えてゆく、表に残らない大事なものはその先にある、全て目に見えるわけじゃない、何も語らず心に秘め、静かにゆっくり時を待つ。